はいどうも、柴沢アートです。今回はですね、ワンカップ大関を使ってボーリングアートを作ろう、そんな謎企画をお送りします。プラスチックのコップを用意してあげて、そこにアクリルガッシュの絵の具を入れていきます。今回は4つコップを用意してあげて4色作ってあげようかなっていう感じです。こんな感じで絵の具だけ先に落としてあげて、でこう軽く混ぜ合わせながら好きな色を作っていきます。そこにですね、洗濯のりを入れてあげます。これ100均で買いました。その後ですね、シリコンオイルを垂らしてあげます。このシリコンオイルがですね、火で炙った時に模様になりますね。この4つの色をですね、ポン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 と入れていきます。この段階でもうすでに失敗することが若干分かっていました。はい、ゆるすぎます。目分量で作ったせいですって感じでですね、ゆるいものすごく量の多い液とボーンとやって、こんな感じになりましたと。大洪水が発生しました。2カメの映像もお届けします。なぜかカメラを2つ用意して撮っておりました。はい、こんな感じにですね、本来こんな緩くないんですね、ポーリングアート多分なんですけど、緩かったです。なんで、余分な液体を落としてあげてですね、ライターでバーッと炙ります。こうすることによってですね、入れておいたシリコンオイルがこう浮き上がってきてというか、こういうポツポツポツと模様ができるんですね。これをセルというらしいです。このセルという模様を作ってあげるとボーリングアートっぽさが増しますね。ということで、なんかいろいろ失敗したりもしたんですけど、ワンカップ大関くんの力によって、こういった綺麗な絵ができましたと。ワンカップ大関様々でございます。ちなみにカップの形なら何でもいいです。はい、ということで、ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。本チャンネルではですね、こんな感じのくだらないメイキング、くだらない?とか、解説なんかをお送りしております。よければですね、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。